こんにちは、今日はねこのインスタ3601というこの360度カメラ、これを車載にして、撮影してみました。 TBS の緑山スタジオから、山線のねお客様駐車場までという、短い間ですけど、動画を撮ってみました。今までの、GoPro とかねああいったアクションカムだと一方方向しか撮れないんですけど、これだとね360度方向撮れちゃってます。これまでにないカメラワークとかカメラアングルとかですね、1台のカメラなのになんか不思議な、動画がね、できるんで、その辺ちょっと見てください。緑山スタジオから、山線のね駐車場まで、ちょっと道のりをねご紹介したいと思います。鶴川方面から来て、こちらですね、右に行くと玉川学園に行く分岐ですね。左手にドローンサーキットスプラッシュがあります。室内でドローンが練習できる施設ですね。子供の国が見えてきました。左手ですね。右手はですね、駐車場になってます。左手のコスモ石油、最近閉店しちゃったんです。ちょっと残念ですね。住吉神社前を左折します。右手にはね、コメダコーヒーがありますよ。住吉台を右折します。住吉台電話局前を右折します。ここからはね直線になって、すごくね開けた大きな空が見えて、とてもね運転してて気持ちいい道です。左手に三菱ケミカルが見えてきました。すごくね広大な敷地で、すごいね街みたいな感じですね。桂台の交差点を通過すると、ドラッグストアや、回転寿司、そして仙山さんなんかもありますね。でね、左手にね、こちらね後楽園だったところが、ゴルフパートナーさんができました。ついさっきできましたね。左折して、左手に見えるのが、桜台公園です。すごくね木がいっぱいあって自然豊かだなって感じさせる公園です。正面が山線のお客様の駐車場です。どうですか、画質もね綺麗だし、こう1台のカメラでね複数のカメラで撮ったような、アングル、そして、他にもねカメラマンがいるような、カメラワークができたんじゃないかなと思います。面白いカメラですよね。
まだね使い始めたばかりなので、いろんな可能性あると思うんで、いろいろね、試しながらご報告していきたいと思います。またね、よろしくお願いいたします。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。そしてね、動画気に入っていただいたらサムアップ、いいねもよろしくお願いいたします。ではまた。